ポス、いや、ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、本日やるのはですね、まあ、ちょっとね、新たな試みを試したいと思っております。はい、まあね、何をやりたいかっていうと、実は私こう見えても6歳まで外国にいたんですね。で、一応まあ母、まあ、なんだろう、親たちはまあ、要は外国語と日本語ごっちゃにして話してる状態なんですね。はい、本当に日本語は完璧ではないので、ごちゃ混ぜな状態でこう話してる状況なんですよ。で、まあ、今回何をやりたいかっていうと、その外国語をみんなにちょっと教えていきたいなと思ってるんですよ。まあ、その外国語は何かっていうとスペイン語なんですけどね。スペイン語、まあ、スペイン語にもいろいろ種類があるんですけど、まあ、私がいた国はコロンビアという国にいましてね、まあ、なかなかね、治安が悪いっていうイメージがあるのかもしれませんね。あとはまあ日本でね、サッカーを戦ったっていうイメージもあれば、まあコーヒーが美味しいっていうイメージもあるんですけど、まあそこで6歳まで住んでいまして、まあただただね、スペイン語をね、その俺がね6歳までしかいない中、そう、こんなね低い知識じゃ他のね、スペイン語の動画出してる人たちと比べたらもう全然勝てないので、今回はね、俺が持ってる武器を生かしてやりたいと思っております。俺がもう持ってる武器はもうこの2つしかないと言っても過言じゃないです。それは何かっていうと、アニメと、まあ、スペイン語ですね。日常会話程度のスペイン語と、今まで見てきたアニメの知識ですね。まあ、これをちょっと掛け合わせまして、まあ、独自のそのスペイン語講座をやりたいと思います。まあ、どういう感じにするかと言いますとね、まあ、アニメのキャラクターとかね、漫画のこうセリフをスペイン語に直して、まあ、要は分かりやすく、こうした方がね、覚えやすいなって思うんですよ、僕は。だって俺別に誰かにこう先生がついて日本語を教わったわけではなく、まあ、一応ね、そういう軽く塾みたいなとこ行ったんですけど、合わなくてね、すごい陰キャなんで合わなくて、何で覚えたかっていうと、そのアニメを聞いたり漫画を読んだりした中で、あとはまあ普通に学校の友達とかとね話してる中で、だんだんこう1年ぐらいで本当に覚えました。住めば都なんで、本当にもう語学を覚えたいんだったら、もう本当にその国に行って、その国にもう四六時中ね、その聞いたりね、話したりした方が、まあそれがね、一番の近道だと思うんですけど、まあなかなかね、そういうのもできない人たちもいるので、で、まあね、ただたださ、単語聞いても面白くないじゃん。だったらさ、興味あるものでこう包んで、まあ、勉強という形をちょっとこう、ね、自分の好きなもので包むと、まあ楽しく覚えられるんじゃん、ということで、まあそんな感じでちょっとやっていきたいなと思います。で、まあこれが好評だったらね、どんどんこう新しいのもアップしていくし、まあ自分もこう勉強してね、俺も本当にね、日常会話程度なんですよ、しかできないレベルなんですよ。で、まあそんな感じでね、好評だったらもうちょっとこう自分のスキルも上げたりね、まあもうちょっとこうした方がいいんじゃないのかなっていうのをね、声もいただけたら嬉しいです。じゃあね、記念すべき一発目は何をやります、何をやるかっていうと、まあ本当はね、基礎のまあ、要はあいうえおからこう教えたいんですけど、まあそんなのはもうね、退屈なんで、とりあえずあるキャラクターの、ね、名言をスペイン語に直して勉強しましょうか。はい、で、本当記念すべき一発目は、私のね、永遠のヒーローでもある、孫悟空が登場するドラゴンボール Z よりフリーザ様の名言ですね。フリーザ様の名言、まあ、いっぱいあるんですけど、その中でもかなり一二は争うぐらい有名なセリフ。私の戦闘力は53万です。っていうね、本当にフリーザ様の圧倒的な強さを表すこのセリフ。私の戦闘力は53万。これをスペイン語に言い直すと、こうなります。いきますよ。ちょっとね、まあ何言ってんだってなるかもしれないけど、ちょっと後で細かく説明するんで、いきます。じゃあいきますよ。Mi poder de lucha es de 530.000 です。もう一回いきますよ。 Mi poder de lucha es de 530.000。 まあね、本当にね、難しいんですよね。ちょっとこう巻き舌風になるって言いますかね。俺もね、その滑舌が悪いんで、その舌のね筋肉が弱いんで、なかなかすごい言いづらいんですけど、まあ一つ一つね解説していきますと、みは私って意味ですね。ここはね、一緒ですよね、この順番が。で、ポデルっていうのは力という意味なんですね。ポデル、まあパワー、ポデル、まあポデルと覚えてください。では、まあ、要は、わみたいな感じですね。私の力は、みたいな感じですね。で、ルチャっていうのは、まあ、要は戦闘ですね。ルチャ。聞いたことないですかね、その、プロレスとかで。ルチャ。メキシコか。メキシコでなんかそういう単語聞いたことないですか。ルチャスかみたいなね。
まあ、こんな感じで、まあ、スペイン語で言うと、まあ、要は戦闘ですね。戦闘という意味です。 S では、ですのとこですね。ですだ、まあ、53万。 S ですはです、私ですのですです。で、まあスペイン語で数字は、まあ、ここら辺もね難しいところなんですけど、53万は、まあ、スペイン語で言うとその3000から、まあ、要は1000の単位はその点がつくところあるじゃないですか。点がつくところは1000と数えて、その点からこっちはその要は530じゃないですか。だから530000みたいな感じの言い方になります。なんでここで言うと53万じゃなくて530000みたいな感じでちょっといいんです。ごめんなさいね、ちょっと説明が下手なんですけど。なんでスペイン語で言うと500 500は500って意味です。で30は30という意味なんで、ここで言うと、まあ53万は530で、ここで530までいったんで、その後の1000、丸が3つあるんで、1000はミリ、1000はミリって言います。ミリ、これも聞き慣れないと思うんですよ、日本の方は。うん、あんまり発音しないですよね、ミリとか。タラッタラッコッコッコラッて、ちょっと巻き舌風でね、トレンタトレンタね、ミリとトレンタ、まあ本当に。なんで530000、キネントストリンタミリ、私の戦闘力は53万ですは、ミポデルデルチャエステ530ミリですね。なかなかね、まあ難しいとは思うんですけど、基本繰り返せば覚えていくと思うんで、まあみんなでこんな感じで面白くねワイワイいけたら嬉しいなと思うんで、こうやってねだんだんその他のキャラクターの名言とかも、ね、セリフとかも、まあ、無理やりね、ちょっと無理やりにスペイン語にして、まあ、みんなで楽しく、覚えていただけたら嬉しいです。ではね、次回の動画も絶対見てくれよな。チャオ。今のは、まあ、バイバイ、まあ、軽いね、軽いバイバイみたいな意味ですね。ここでもねチャオって言うよね。ただ俺がいた国ではチャオはまあ軽くね、またねみたいな挨拶なんで、これもまあぜひ覚えてください。ではね、チャオ。